テレスウルトラ、どうもサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は映画の結末とワンフォールの可能性に迫りたいと思います。久しぶりのネタバレも含みますので、ネタバレにはご注意ください。では、早速行きましょう。僕のヒーローアカデミア、ヒーローズライジングのラスト。デクが爆豪に譲渡していたと思われていた、ワンフォールはデクに戻り、映画は終わりました。これに対して、堀越先生は理由があるとしており、どんな理由があるのか、僕は2つの理由、もしくはその両方の可能性があると考えています。まず、ワンフォールの先代の思いが働いた可能性。もう一つは、初代の個性を与える個性が伸びた可能性です。前者のワン・フォー・オールの先代の意志とはワン・フォールの奇跡、以前のナンバー287の間違い、ワン・フォールの精神世界における初代の発言、僕たちはこの子の中にいることを選んだ、この力はこの子についていく、つまり先代はデクについていく、デクの意志に従うことを表しており、デクが爆王にワン・フォー・オールを譲渡するという思いに先代が応えた結果が映画の結末だと言えます。じゃあなぜ戻ってきたのか。爆王の譲渡はデクの意志ですが、先代が出した答えは爆豪への一時的な譲渡。しかし DNA を経由せずにワンフォールが戻ってきた、やはりワンフォールの奇跡なのか。その奇跡とはまだ未登場のワンフォールの情報。ホルコ先生は理由があると述べた。何があるのか。今用意されている情報で考えうるのは、初代の個性が伸びた可能性です。ワンフォールの中にある先代の個性が強化されている可能性。5代目の黒鞭の個性が強くなっているという事例がありました。ここを考えると初代の個性を与える個性が伸びている可能性があります。その個性の伸び方としてワンフォールの超パワーを付与できるようになるんじゃないかと考えています。そもそもワンフォールとは力の核と揺らめく炎から形成されています。これはデクの中に核と炎があるという意味ではなく、あくまでもイメージ。僕はこの核から揺らめく炎が出ており、この炎により超パワーが使えるんじゃないかと考えています。実際オールマイトは残り火で戦っていました。デクは初代の個性が伸びたことにより、力の源である残り火ワンフォールの炎を他人に付与できるようになるんじゃないかと考えています。つまり映画のラストのさよならワンフォーオールで炎が消えてしまいましたが、あれは爆豪の炎が消えただけで、その爆豪の中で消えた炎にこうしてオールマイトがそばにいるとき、デクにワンフォールが戻ってきたと解釈されたシーンは、デクにワンフォールの炎が核を覆い直した状態なんじゃないかと考えることができます。この説、初代の与える個性が伸びて超パワーを与えられる時に出てくる可能性がオールマイトの復活です。オールマイトにはあと1回大きな戦いが待っています。運命ではその戦いでオールマイトはヴィランに殺されてしまいます。これは1年以内のイベント。今は全面戦争で頭がいっぱいかもしれませんが、この展開の覚悟は必要かもしれません。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。シンストがバイバイ。